こんにちは、フィフィです。投資の神様と言われるほどの世界的に有名な投資家がもう中国の株は今後買わないと断言しました。5月4日にアメリカの大物投資家で知られるウォーレン・バフェット氏の投資会社が年次の株式総会を開きました。もうこれすごくて4万人以上が参加するビッグイベントです。 ビップ席にはバフェット氏の友人であるマイクロソフトのビル・ゲイツ氏やアップルの CEO であるティム・クック氏の姿もありました。それだけバフェット氏の発言に世界の投資家が注目しています。この総会はバフェット氏が株主の質問に答えていく形で進められました。 質問の内容については、事前にチェックは行われず、バフェット氏もその内容を知らされてはいません。総会の中では、ここ最近バフェット氏の投資会社が日本株への投資を行っていることから、中国の投資家から、中国に投資はしないのかといった質問をする場面もありました。 実は中国への投資どころか、バフェット氏の投資会社は昨年からずっと中国株を売りまくっています。で、面白かったのは香港の投資家が中国株の投資についていつ行うのかと質問した時です。会場の一部から拍手が起きたと言います。この拍手ですが中国から来た株主たちによる拍手でした。 まあおそらく中国の株主たちは良い答えが返ってくるのを期待していたのでしょう。しかしバフェット氏の答えは中国を失望させるような答えでした。バフェット氏はひょっとすると将来中国に投資をするということがあるかもしれないが、それは自分の時代のことではなく、それより先の時代に起こることだろうと、まあこうした発言をしたんです。 これつまり自分が生きている間にはもう中国株を買うことはないだろうと言っているわけです。でこれを聞いて会場にいた中国の投資家たちは失望というかもうそれを通り越して恥ずかしくなったでしょうね。もういい返事が返ってくると思って拍手していたわけですからね。でここでちょっと情報としてバフェット氏が投資する条件を紹介しておきます。 この方、世界的に有名な大物投資家ですから、まあ、投資の条件について、ちょっとお話ししておきます。で、その条件ですが、4つあります。1つは、投資する企業のことをよく把握しているということ。2つ目は、その投資先が将来にわたって、長期的に良い業績が見込めるということ。3つ目は、 企業の経営者や幹部が誠実で有能であること。四つ目は魅力的な価格で壁が購入できること。この四つがバフェット氏が投資する先の条件です。まあ当たり前のことを言っているだけなんですが、これを見極めるのは意外と大変だと言います。で、何が言いたいかというと、今の中国にはそういった条件の揃う投資先がもうないということです。 実際にバフェット氏は昨年の時点ですでに中国に見切りをつけて中国の電気自動車の会社である BYD 株など中国株を大量に売却しています。で、バフェット氏がそうした動きをしていることで中国はもう落ち目だという事実がようやく広く認知され始めて中国株がどんどん売られまくりました。 昨年から中国から海外に資金が大量に流出しています。これまで中国は急速に経済が成長していきました。そのあまりの勢いから中国がアメリカを抜くんじゃないかなんて、もうこれ真面目にそんな馬鹿げたことを言う専門家までいましたが、もうさすがにそうした声は聞かれません。まあ社会主義の一党独裁のまま、 成長し続けるのには限界があります。例えば独裁政権のマイナスな部分がコロナで露呈しました。コロナ以前から中国の不動産バブルは崩壊していましたが、コロナ禍で行われた習近平政権によるゼロコロナ政策という間違った政策で中国経済はどん底に突き落とされました。中国経済は今もそこから抜け出すことができません。 今後も中国経済悪くなっていくという見方です。中国の若者の半数近くが失業状態にあるという情報もありますが、これもゼロコロナ政策が影響しています。3年もの間、中国の経済活動が止まってしまって、中国全体の雇用状況をさらに悪化させました。コロナが終わった今も製造業は回復せず、失業者は増え続けています。 あと、それだけではありません。アメリカを中心に中国排除の動きが進む中で、中国企業への規制が中国経済を悪化させています。欧米は半導体を中心に軍事に転用できる製品や技術の中国への輸出を禁止しました。 また、アメリカに上場した中国企業を上場廃止に追い込んだり、中国が最先端技術にアクセスできないよう厳しい規制もかけています。これによって当然のことながら、中国の IT 企業の売り上げや影響力はどんどん落ちていきました。そこに来て、習近平政権があろうことか、自国の IT 企業などに圧力をかけていきました。 自国の IT 企業に圧力をかけたのは、こうして成功した中国のグローバル企業の CEO たちが、中国政府のやり方にクレームをつけてきたからです。えつまり、習近平主席が彼らのことを生意気だと感じたからです。アリババの創業者であるジャック・マー氏は、中国の金融当局を批判したことで圧力をかけられて、CEO の座からも外れました。 影響力を奪われた形です中国でビジネスをする際に最も重要なのは中国政府に逆らわないことです。で中国が西側の技術にアクセスできないとどれだけ経済がダメージを受けるのかもう既に影響が出ていますのでちょっと紹介しておきます。 アメリカによる中国への半導体の規制で中国の半導体企業である SMIC の株価が急落しています。逆にアメリカや日本が支援する台湾の半導体企業である TSMC の株価は急激に上がっています。この1年間2つの企業の株価を比べてみるとその差は2005年以来最も大きく開きました。 理由は中国が独自で先端半導体の製造ができないからです。中国政府は以前から先端半導体の国産化に取り組んではきましたが、そんな簡単に成功するものではありません。中国は国内の半導体産業育成に失敗しています。 逆にアメリカと日本の支援の中で半導体の製造技術などが評価されている台湾の TSMC は今年に入って台湾の株式市場で株価が48%も上昇しています一方中国の SMIC は香港市場で今年株価が7.5%下がりましたブルームバーグインテリジェンスのアナリストは中国の SMIC の半導体について 5G に対応できる半導体チップを何とか製造できたとしても中国は西側の高度な装置を使わないで製造しているので時間やコストがかなりかかっているそのコストは台湾の TSMC の少なくとも10倍にもなっているだろうとこのように話しています。 中国のファーウェイは昨年、5G 対応のスマホを発売しましたが、そこに使われている半導体のクオリティもどれだけのものなのか疑問ですし、まず西側の技術が使えないので、5G 対応の半導体を製造できたとしても、とても効率が悪いわけです。半導体はその国の経済の根幹となる分野です。 半導体で遅れを取れば様々な製品のクオリティが落ちます。また西側のグローバル企業が製造拠点を中国から他の国にも移しています。もう中国はこれまでのように技術を盗むこともできません。中国の発展は止まってしまいます。それによって中国の経済成長や内需はこれから小さくなって 中国の GDP 成長率も衰えていくという見方がされています。まあ、こうした様々な要因で中国経済は深刻な危機に直面しています。まあ、こんな状況ですから、世界の投資家が積極的に中国に投資しようとはなりません。今後も中国から海外にどんどん資金が流出していくでしょう。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。